中国で最近、農業部門の法執行機関である農勘が注目を集めており、中国の国内メディアでも農勘に対する疑問や批判が相次いでいます。その理由は、農勘が最近、農村に大規模に現れてから、中国では数千年来、見られなかったような異変が農村で多く見られるようになったからです。Twitter ユーザーのガオ・ファリン氏が証言するところによると、 4月16日に三島省品州市で、複数の村の村長が同行する中で、田舎を視察に来た農館は、道路脇に植えられた樹木を一律に抜刀し、これは基礎農地のレッドライン保護のためだ、と説明したといいます。農館は、町での鳥やアヒルの放し飼いを禁止し、すでに放し飼いしているものはすべて捕獲、没収すると主張しました。湖南省の農館は、牛や羊の放牧畜産を禁止し、 広告が発表された翌日から農館によって発見された場合全部没収すると発表しました中国東北部のある地域の農館はある農家に入り冷蔵庫が漏電して危険だと言い没収しましたしかも冷蔵庫に保存していた紅茶飲料までもすべて没収しました蒸気は農館の取り締まりの一部です農館は農村部の住民に対して これからいくつかの新しい規則を実施することを決定したと中国のネットユーザーが伝えていますまず第一に農村では文業管理費またはゴミ処理費が徴収されるようになりました中国における文業管理費は建物やエレベーターの保守管理費用緑地保護や清掃のコストなどに利用される費用で日本の建物管理費に似ていますネットユーザーによると標準的な文業管理費は 1>, 1人1日5000と1年につき1人当たり18元約350円で都会で出稼ぎに行った人でも世帯の人数に応じて徴収されるそうです大した金額ではないが多くの農民はこの文業管理費が毎年上がるのではないかと心配しています第二に農家の電動バイクやトラクターなどの農業機械を運転するのに免許が必要です 農村に残っている人のほとんどは高齢者で、免許証の取り方などわからないのです。農民が電動バイクを運転するのは、ただ農地に行くためであり、数十年もの間、免許証は必要ありませんでした。あるネットユーザーは、自分の母親が免許証を持っていないため、仕方なく電動バイクを売却したと述べました。 第三に農家が自宅で何を栽培し何を飼育しどこに洗濯物を干すかなどすべてにおいて農家が介入しています国流交渉のあるネットユーザーは兄の養魚池に農家が3回訪れ見苦しいという理由で養魚池の周りの柵でトウモロコシや豆を栽培してはいけないがキュウリは植えても良いという要求があったと明かしました兄は 自分が植えている作物がすべて合法的なものであり家族が食べるためのものだと主張しましたしかし農官は植えてはいけないと言ったら植えていけないのだとはっきり言いましたまた高訴訟では農官が農家の家に行って掛け布団の干し方を確認し違法に干されている衣類や掛け布団はすべて持ち去り処分しました第四に農民には就労のための免許が必要です 中国メディアの報道によると、農民証の発行に関するニュースが最近、ネット上で話題となり、注目を集めています。これらの証明書は通常、農民証と呼ばれます。現地の農民が試験を受ける様子があるネットユーザーによって公開されました。試験会場は畑で、主に農薬散布、工期、草刈りなどです。受験に落ちた場合は、追試を行うことができ、 これにより当局は収入を得ることができます。あるネットユーザーは、祖父が数十年もの間、畑で働いているにもかかわらず、試験に合格せず、農民証を取得できなかったと暴露しました。また、都会で働く人の中には、農村戸籍で農民層に属しているが、畑の作り方も田植えのやり方も知らず、農民証も取得できない人がいます。このような農民証を持っていない人々は、 今後、農民でも労働者でもなくなりどのように呼ばれるのかと疑問視する報道がありましたそしてこのような農民は中国には少なくとも数億人いると言われています中国の農業農村部は最近農管の任務は主に偽造規格外種、農薬動物用医薬品などの違法行為を打撃することであり農民の通常な生産生活を妨害することはないと明らかにしました しかし、吉林省のある市の農管の装備購入リストを見ると、農管が実際に何をしているかがわかります。そのリストには、シグナルジャマー、防塵ベスト、電撃棒、ハイパワーフラッシュライト、暗視装置、救命ロープなどが含まれています。ネットユーザーは、これはまるで戦争用の装備だ。ウクライナやロシアの戦場においても、全く遜色ない、と揶揄しています。では、これらの装備は、 どのような敵に対処するために用意されているのでしょうか。